ありました。吉住高校スクール OPM6、 あなたの心がっちりキャッチ、ケンジブッチです。今日も高校生元気に自己紹介どうぞ。ひろとと、おっくんです。よろしくお願いしま す。さあ3月28日の火曜日、今日の吉住高校スクール OPM6 はひろとおっくんとお送りします。この番組はサーラカード株式会社ウポラボ平松食品の提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。お願いします。さあこれで2人も来週には3年生になりますね。はい、3年生。2年生ラストウィークということで、どうですか3年生になるこの直前の気持ち、ヒロとどんな気持ちですか？なんかもうちょっと嫌って感じがあります。高校生活があと1年になりますからね。そう。奥君はどう？自分があの誕生日が4月3日なんで、早っ。もう来週には18になって。じゃあもう選挙投票できちゃうってことだね。そうですよ。4月末にね、田谷市議会選挙とかね、あるからね、もうまさに入れちゃうってことで、入れれるっていうことです。なるほど。ちなみにヒロト誕生日いつ？5月です。早いね、ヒロトも。はい。18歳になるともう成人ですからね。成人です。大人の自覚を持って高校ラストの1年間をね、楽しんでもらえればいいかなと思いますが、今日春休みってちなみにいつまで？4月。4月5日が始業式なんで、4日まで。遊べてる春休みは？遊べてます。奥はね、奥はめちゃくちゃ遊んでる。SNS とか見るとね、いろんなとこ行ってる印象だけど、今日とかもどっか行ってた感じ？今日はちょっと、うん、三義鉄道っていうところでちょっと貨物列車を見て、その後草津の方に行って、うん、古い列車をちょっと見に行ってました。めちゃくちゃ移動して。今もうこの時間に豊橋にいるっていう。そうです。何時から遊んでんの？朝5時に集合かけられました。で今もラジオ、ラジオだね。他の集合したメンバー今も遊んでるってこと？そうですね、多分まだ滋賀にいると思います。奥君ありがとうね、一人早抜けでこっち来てくれて。ヒロトは春休み遊べてる？もうずっと部活で、もう遊ぶ暇がないです。遊ぶ暇ない。春休みちなみにいつから突入してるの？20日先週か、が終業式。業式、うん、からやってて、もうずっと部活部活部活で、うん、なんかすでにヒロト黒いもんね。それもう日焼けでやばいですね。まあけどもその日焼けも高校生活の勲章ですからね、引き続き楽しんでもらえたらなと思います。そんなね、あの来週から3年生になるおっくんひろととお送りする吉住高校スクールピン6ですけど、今日のメッセージテーマは2人とも好きな食べ物について話していくということで、好きなラーメンですね。高校生はラーメン大好きですからね。大好きです。どんなラーメンが好きなのか、今好きなお店は何なのか、そんな話をしていきたいなと思っております。ラジオお聞きの皆さんもぜひとも好きなラーメン教えてください。おすすめのお店とかもね、教えてくれたら嬉しいなと思っております。メッセージの宛先は、じゃあおっくん紹介お願いします。メールアドレスは pm6@843fm.co.jp。 うん。でスマートフォンアプリからもメールが送れますので、FM プラプラで検索をしてダウンロードしてみてください。はい、そしてこの番組出たい高校生大募集しております。新入生、新メンバー大歓迎しておりますのでね、ぜひとも気楽に参加してほしいなと思います。インスタグラムの方に、やしみ高校公式インスタグラムありますので、そちらからぜひとも DM 送ってきてください。たくさんの参加お待ちしております。さあ1曲、こちら新曲からスタートです。ワーズ元タイムラー。
忍び高校スクールオブ PM6 2022年度ラストの放送ということで、もう来週から2023年度学年も1個上がりますし、忍び高校もどんな生徒と出会えるか楽しみにしております。ケンジブリッジです。たくさんの高校生参加お待ちしております。今日のメッセージテーマは好きなラーメンということで、ラーメントークしていく忍び高校スクールオブ PM6、 出席確認も取っていきましょう。 Twitter の方ではハッシュタグ PM6 でつぶやいてくれてる方紹介していきます。出席、シュンマー出席、哲也スタート、パンちゃん始まった、オノチン聞いてます。あ、ちなみにパンちゃん、三義鉄道いいねってコメント来てるね。三義鉄道ってこれどこどこの鉄道？三重県の、うん、北部の方走ってる。あ、四日市とかね、そちら辺走ってる。三重県と岐阜の鉄道ってこと？どこで違う？三重県内、三重県内ね。三義鉄道どんな鉄道なの？あの貨物が有名なとこね。あの石灰石のセメント貨物が結構有名なとこで、うん、なるほど。なんかすげえマニアックすぎる調べてみたいなと思いました。あとエントラ君、ジュッセンパイヤー君出席ありがとう。まだまだ引き続き募集しております。ワーツ元タイムラグお送りしました。1時間目。はい、1時間目です。よろしくお願いします。お願いします。休み高校スクールオブ PM6、 今日のお相手はケンジブリッジとヒロトとおっくんです。今日のメッセージテーマはせーの、好きなラーメンです。ぜひとも好きなラーメンラーメントークを1時間していきたいなと思います。ラジオを聴きの皆さん、ラーメンについてメッセージを送って聞いてください。メッセージは FM プラプラのアプリから、または Twitter でハッシュタグ PM6 とつぶやく、またインスタグラム、ヤシの実高校公式インスタグラムにコメント DM で大丈夫です。いろんな方法で参加よろしくお願いします。ラーメン出前でね、持ってきてくれても大丈夫ですんでねこのラーメンがおすすめですって言ってね、今日あの3人出演者いますからね、3人前のラーメンですと持ってきても OK、 まあカップ麺でも OK 、ね、コンビニ近くのファミリーマートでね、お湯入れてきてくれれば多分ちょうど着く頃には3分ということで試食会で。ちなみにリクエスト、カップ麺だったら何が好き？ヒロト。カップ麺。あんま食わん。あんまり食べない。うん。じゃあ今パッと思いついてカップ麺だったら何がある？キンチャンヌードル。キンチャンヌードル。やっぱそれが一番。まあメジャーよね。そうです。日清のカップヌードルかキンチャンヌードルかどっちかだよね。確かに。おっくんだったら？なんか印象的に残ってるのが、焼津のなんか魚介だしラーメンみたいなのがあって、それが美味しくて。え、それ何、この地域にも売ってた？焼津の方に。なんかたまたま家にあって食べたらなんか美味しくて。カップ麺で？カップ麺でなんか鰹節かけたりとか言って、って思って。鰹節かけるラーメンなの？それ気になるわ。なんか美味しかったです。持ってきてほしいわ、うん。お母さん持ってきてください。焼津の？確かな、焼津の方のなんかラーメンっていうのは聞いてる、うん、焼津のカップ麺ってことだね。じゃ検索してみてください皆さん。エンジェルチはね、カップ麺は体に悪いので食べません食べない、うん、まああれ最近けどさ、初めて食ったカップ麺はあって、あの麺達人っていうなんか生麺みたいな感じになるインスタントカップ麺があって、なんかめちゃくちゃ美味しかったね。麺達人、麺職人だったかな、ちょっと名前あんま覚えてないけど、それ系の醤油ラーメン、めちゃくちゃ美味しかった。ぜひとも皆さんも食べてみてほしいなと思います。けどサッカー部のヒドトってなんか結構カップ麺めちゃくちゃ偏見だけど、食ってそうだけど食わないんだね。いや、部活終わりとか。そんなに食べないです。食べないんや。結構もうプロテインとかそれだけでも終わっちゃうんで。なるほど、現代やねそう、プロテインの摂取ちょっと終わっちゃうんで、結構あんま寝ないです。プロテインは何味が好き？やっぱチョコレートは、チョコ一番飲みやすいよね、はい、うん、まあ、チョコしか逆に飲んだことはないかな、ケンジブリッジも。おっくんはプロテインとか摂取する？プロテインないっすまあ必要ないもんね。
運動部じゃないんで、ね、食べ物でいいですからね。食べ物で、はい、まあ、カップ麺はね持ってきてくれる方がいたらぜひともねこちら歓迎してますんで持ってきていただければいいかなと思いますけど、好きなラーメンについて、おっくんひろとのラーメン、好きなラーメン聞いていきたいなと思いますけど、おっくんはねよくラーメンあげてるよね、ツイッターで。あげてます。スープも飲み始めちゃって好きなラーメンなんですか。いや、ツイッターなんか家系ばっかあげてるんですけど、あの、うん、九州のあの博多ラーメンが一番好きです。あ、そうなの。めちゃくちゃ家系好き感出てるけど博多ラーメンの方なのね。博多ラーメンが一番好きです。豚骨みたいな細麺がいいの。あのラーメンが好きです。あ、そうなの。じゃあ、あのしょうがなく家系食ってる今。家系ちょっと、ま、なんかあの油にハマってる感じです。はい、あ、なるほどね。今中毒的な感じなの ね、 うん、家系は確かにそんな感じはするよね。けど、まあ、この地域にあんまこう博多のラーメンないよね。ないっすね。一蘭ぐらい食うとしても一蘭食べたことないです。あ、ないんだ。ないっすね。一度も行きな行きな一蘭で一回行ってみたいなと思ってて、うん、一蘭はねカウンターのみで仕切りがあってっていうとこですからね。行ってみたいなっていうのは、うん、行きな行きな。うん、ひろとと一緒に行ってきて替え玉何回するか、競ってきて。高いからね。絶対負ける。高いっすよ、ね。うん、替え玉高いからね。うん、ひろとだったら何が好きですか。ラーメン結構濃い味の味噌ラーメンが結構好きで、うん、濃い味噌ラーメン、うん、どこにあるんだろうこの地域だと。これあんま見かけないです。あ、ない。え、どこで食ったんその濃い味の味噌ラーメン。なんか一応親が料理人やってるんで、うん、あ、そうなの。それで一応作ってもらったりとかして。お家でお家ラーメン。はい、はい、そうです。食いたいわ。招待してほしいね。そうです。奥知ってた。ひろとのその情報。あ、それは知ってる。知ってた。お家で美味しい味噌ラーメン食うっていうのは知ってた。それは知らなかった。あ、食いたいよね。食いたい。招待してほしい。お家の味噌ラーメンが一番好きっていう一番いいエピソードだね。それって何、麺から作ってるの。スープから。なんか一応たまにスープから。すごい、すげー、すごい。食いたい。ひろと家のラーメンが食べたいです。で、卒業したらお邪魔しに行きますね。ぜひともラジオ聞いてる方、引き続きラーメントークよろしくお願いします。バウンディ、そんなビターな話。そんな大切なフローも僕らここまで案外うまくやってたよね。こんなことじゃ出会わなきゃよかった。だそんなことじゃラブコメみたいな光で間違えてる。ラジオネーム謎の友達から届きました。こんばんは。こんばんは。おっくん元気かいって。元気です。僕たちは今末広可動橋にいます。リアル友達一緒に遊んでた。あ、そうっすね。僕たちの晩御飯はラーメンにしようかなっていう。謎の友達メッセージ送ってくれて嬉しいですけど、もう LINE してくださいこれは。何ラーメン食べようかね。一蘭行ってください。一蘭で、ね、一蘭で。おっくんいないけど一蘭。おっくん食べたいって言ってるけど。感想一蘭ね、晩ご飯食べてほしいなと思います。その他ね、アイミーさん、ラジオネーム。こんばんは。僕の好きなラーメンは家系ラーメンですっていう。家系やっぱ人気やね。家系。おっくんは家系の食べるこだわりあるの。こだわり、スープを全部飲み干すっていうのがこだわり。スープ全部やっぱ飲み干す。半膜で。うん、なんか体に悪そうだけどね。いつか来そうだけどね。いつか来そうですね。今のうちにしっかりスープを楽しんで将来ね、全部将来でも将来飲めないからね。飲めない。うん。奥君の家系のこだわりはスープ飲み干すっていうことですけど、
まあ、ケンジムチは白米付きですね。あ、絶対いるよね。僕は絶対チャーハン付き。チャーハンセットで、まあいいよね、うん、ぜひともアイミーさんもおすすめのね、こだわりの家系ラーメンの食べ方教えていただけたらなと思います。引き続きラーメントークでメッセージ送ってください。お送りした曲はバウンディー、そんなビターな話でした。2時間目。はい、2時間目です。お願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは。サラカードのお姉さんことゆきねえです。ヤシの実高校スクールオブ PM6 2時間目、ここからの時間はサラカードのお姉さんのコーナーです。サラカードの提供でお送りいたします。この時間一緒に青春の1ページを作っていくのはこの方です。どうも、サラカードのお兄さんことケンジブッチです。お願いします。外で聞いてる皆さんもこんにちは。こんにちは。高校生、ここ何年生？2年生、4月か、何年生？3、2、2、3ね。じゃあまたラジオいつか出てね。その辺にあのヤシの実高校みたいな書いてあるチラシあるから、それでインスタ検索して DM よろしくお願いします。ラジオマジ出ていいからよろしくね。 OK。 さあ、ということで、はい、さあ、申し訳ないですけど、めちゃくちゃ勧誘するじゃないですか。いや、それは大事ですからね。いつかサワルカートにもつながりますから。あ、そうですね、うん、確かに、はい。つい先日、ほのくんに対してハーフマラソンがありましたよ。ありましたね、盛り上がってましたね。サラカートのお姉さんのツイッターアカウントでも、ゆきねえがね、うん、あ、そう、応援メッセージ送ってくれててね、うんうんうん、ランナーの皆さんに。そうです、ミシニーが走ったということで。そう、我らがミシニー。そう、なんかすごい晒されてて面白かったですね。ツイッターに私の先輩が疲れ果てたミシニーが現れたんですよ、ケンジブッチの目の前に。そうなんですね。ケンジブッチも仕事でさ、ほのくんに対してハーフマラソン陸上競技場にいて、はい、放送してて、そしたらびちょびちょのびちょびちょの息を切らしたミシニーがきついっすよって言いながらね。面白い。彼けど、ほのくんに対してハーフマラソンの生放送中に出演しましたよ。あ、そうなんですか。うん、完走者ランナーインタビューということで、お、うん、きついっす、もう無理っすって。面白い。どっか行った、そんな方ですよ。ゆきねえは走らないんですか。私はちょっと本当に走るのが苦手なので、うんうん、ちなみにこのミシニー、はい、この走ったのは仕事、プライベート？プライベートだと思います、半分は。はい、半分は。まあ、プライベートですよね。プライベートです。あ、はい、そうだ、プライベートで。彼はじゃあ何、ずっといろんなところで走ったりしてる人なの？彼は静岡県で、うん、なんか10位だかなんかすごい成績を持っている方なんですよ、陸上で。おお、静岡県で。県で、そうなんです。すごい人持った。すごい人なんですよ。じゃあ彼、うちの番組で陸上競技の番組があるんです。そっちの方にゲストよろしくお願いします、ね。ぜひぜひ言っときます。ランナーとして出てほしいなと思いますけど、はい、うんうんうん、でウキネも来年は走りたくはないけど走ることを挑戦すると。そうですね、はい、うん、完走目指し、完走目指して、うん、応援に行きます。あ、応援ぜひね。はい、応援に行きます、うん、いいと思いますね、はい、いろんな人応援に来てますからね、うんうんうん、楽しみかなと思いますけど、はい、じゃあ見るだけで楽しんで、ハーフマラソンは、うん、皆さんもぜひとも来年のほのびとハーフマラソン参加よろしくお願いします。はい、ラジオのインタビューもしますんでね。あ、確かに2時間以内に完走したら生放送やってるから。あ、2時間以内なんですか。そう、結構ハードル高いよ。きつ、うん、ケンジブッチのハーフマラソンの記録は2時間22分なんで、うん、なかなか厳しい。なるほど、厳しい。ヒロとはスポーツマンだけど、ハーフマラソンで走ったことある？いや、ないです。もし走るとしたら、どんぐらいで走れそう？時間切れるんじゃないかな。そうだよね、サッカー部だからいけそうだよね。いけそう。じゃあ来年挑戦してみて。はい。はい、うん、まあ、この話も置いときまして、コーナー内にね、重大発表しないといけないってことなんですけど。はい、そうなんですよ。重大発表。ね、この PM6 という番組で、うん、サーラカードのお姉さんのコーナーやらせていただいて、うん、丸2年ぐらい経ちました。2年、そう、まあ、2年前の4月から始まったので、うん、高校2年生ってことですね。今長いようで短かったこの2年間、いろいろありまして、うん、いろんな高校生の方ともお話できて、うん、聞いてくださる方とかもリアクションくださる方とかもいらっしゃっても、すごい感謝の気持ちでいっぱいです、うん、はい、私は、はい、はい、うん、ケンジさん、うん、3月といえば何の季節ですかね。別れですよね、卒業ですよね。そう、そうなんですよ、うん、というわけで、はい、サラカードのお姉さんは本日の放送をもってヤシの実高校を卒業いたします。はい、はい、
そうなんです。重い空気になってしまいましたがすいません、はい、卒業ということで、はい、ちょっともう涙が止まらないんですけども、うんうん、これ今ツイッターでざわついてますよ。これは本当ですか？みんな多分手が追いついてないそうなんですよ、うん、ってことはこれサワルカードお姉さんのこのゆきねえの声がもう聞けなくなっちゃう感じですか？はい、というわけでですね、うん、卒業もしたんですけど、卒業してちょっと入学先も決まっておりまして、あ、飛び級で大、はい、どっか進級するってこと？そう、入学って 月曜日、うん、転校ですね、言ったら、はい、月曜日の6時頃からやってる、うん、マンデーシュガースポットっていう番組ご存知ですかね？まあ、ケンジブッチが喋ってる番組と僕は聞いてますね。そうなんですね。そうなんですね、うん、はい、そちらの方に、ちょっとお引越しすることになりました。なるほど、大学の方に飛び級で進学ということですか？はい、ちょっと頭良すぎて。ゆきねおめでとうございます。はい、飛び級でということになりました、うん、はい、はい、なんで八代見高校は卒業しますけど、卒業しますが月曜日のマンデーシュガストポットに進級しますよと。さようでございます。大学生バージョンに移動するよと、はい、いうことですね。はい、なので毎月第1、第3月曜日の18時35分ぐらいからですかね、うん、ちょっと時間が遅くなるんだよね。そう、ちょっと遅くなるんですけど、で、はい、周期も変わるってことだよね。そうですね、今までは第2、第4でやってましたが、うん、第1、第3の月曜日になるということで、なります。ってことはもう次来週やん。そうなんです、すぐ来ちゃう2週連続スパンがすごい、はい、でゆきねえも登場ってことで、はい、ちなみにね、マンデーシュガースポットの方はもっとゆるい感じになってますんでね。あ、そうなんですね、うん、この八代見高校スピアフィルムの間ね、やっぱ学校という体でやってるんで時間はねきっかりきっかりなんですけど。なるほど、確かに、うん、多分どんだけ喋るか分かんないですよ。えそうなんですね、ゆる、うん、大学っぽい、うんうん、なんかゆるい感じなんで。おー、いいですね。どういう風なコーナーにしていきたいですか？え、いや、まあ楽しいコーナーにしつつ、うん、大学生にみんなサラカード作ってもらって。あ、はい、なるほどねじゃあ出演者全員作るの目標に。強制的に、うん、やっぱそうするとね学生にも作るメリットが欲しくなってくるもんね。あ、そこの企画が欲しくなってくるよね。ちょっと企画させていただきます、うん、はい、ただ作るじゃね腰が重い人も多いと思うんでね、うんうんうん、例えばラーメン買い玉券プレゼントとかそんなんでいいですか？欲しいよね。いや、もうありがたいです、ありがたいです。いいよね、めっちゃありがたいです。今の買い玉味高いところでは200円になってるところもあるから。確かにありますね、うん、コーヒーチケットより買い玉の方が嬉しいよね。買い玉の方が。そうわかりました、まあ、これ男の意見ですね確かに男の学生の意見だけど、うん、こういった企画も出てくるのかもしれないですね、うん、楽しみ。いろいろやっていきます、うん、しております。はい、いや、良かったっすわ。なんか暗いテンションで言うからあれって月曜日の方もなくなっちまったのかみたいな、ちょっとすごい心配でしたが醸し出そうと思って、うん、名演技でしたね。ありがとうございます、うん、演技のお仕事待ってます。あ、また演技のお仕事、はい、じゃあまた夏のガマゴリ花火のお願いします。ラジオドラマで、はい、はい、今日の重大発表ということで皆さんドキドキしたかもしれませんが、はい、八代見高校は卒業します。はい、八代見高校でゆきねえの声を聞けるのは今日が最後。最後です。ですが、はい、第1第3月曜日の6時35分ぐらいから、うん、サラカードのお姉さんのコーナーがまだまだ続きますってことね。はい、そういうことです、うん、月曜日に聞いてください。はい、ゆきねえがいなくなったからといって火曜日に聞くのをやめるっていうのもやめてくださいそうですね、また私も高校生として出るかもしれないので。ああ、それでもいいっすよ本当に全然いいっすよ。いいんですか？うん、学歴詐称で出ようと思います、うん、けど最近なんかニュースになってる詐称で、有罪判定みたいな。え、学歴詐称でマジかやめた方がいいね、はい、マジレスしちゃうと、はい、気をつけます。はい、まあ、重大発表、次回のサラカードお姉さんのコーナーが、来週の月曜日4月3日からありますんで、うん、ぜひとも聞き逃しのなく聞いてほしいなと思います。はい、お知らせは他何かあります？プレゼント企画とか。はい、今ちょっと素敵なプレゼント企画やっております、うん、皆さんキャンプはお好きでしょうか？大好きよね。そう、キャンプのうんって言われた。そういう聖火焚き火台っていうこの、まあめちゃくちゃかっこいいですね、うん、欲しい。結構高くて。高そう。2万ぐらいするんですよ、うん、これを今プレゼントやってますので。検事部長もらえるんすかこれ？あ、それはちょっとごめんなさい、はい、こんな契約しなければなった欲しい。検事部長もカード会員なのに残念ながら。いいな。それじゃ詳しくはいつも通りサーラカード検索すれば。はい、そうですね。マジでじゃ初めてめちゃくちゃ心から欲しいプレゼントの気がするひどいひどい。いつも欲しいけどなんかケンジウィッチの心にヒットしましたね。本当にすごいおしゃれな焚き火台なので、うん、うわー、けどもらえないんだ、はい。
もらえないです。残念ですが買ってください自分で、まあ、けど他の方にチャンスがあってことでね。はい、そういうことです。サーラカードぜひともねプレゼント企画ご応募ください、うん、はい。さあ、じゃあこのコーナーはラストなんで一応締めの言葉もらっていいですか、このコーナー的にね、高校生に向けて。はい、皆さん聞いていただき本当に今までありがとうございました。高校生の皆さんも少しでもサーラカード知っていただけていたら幸いです。うん、はい、まあ卒業して大学生になったら、うん、そっちの大学生バージョンに関わることもあると思うんでね。そうですよね、うん、引き続き、はい、ゆきねえのことよろしくお願いします。さあということで、サーラカードのお姉さん、このコーナーはサーラカードの提供でお送りしました。次回はもう一回言いますけど4月の3日の月曜日、はい、お聞きください。ゆきねえ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。一曲聴いてください。おっしゃ、ヒゲダンリズムサブタイトル、からこぼれ落ちて溶けていって消えてしまう。でも絶えず僕らのストーリーに添えられた字幕のように思い返した時、不意に目をやる時に君の胸を震わすもの、流し続けたい、愛してるよ。お送りしました曲は今週の音楽ランキング第1位、オフィシャルゲダンディズムサブタイトルでした。お前紐なの？紐だよ。逆に紐なの？ゲダンディズムセルオブ PM ラク3時間目。はい、3時間目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ3時間目、ここからはこのコーナーです。ブングッド Feel so good。ブングッド、グッドな文具を紹介するコーナー、ブングッド。今日は文具を取り扱ってる会社さんがゲストに来てくれております。よしみ出版のよしみん、そして富山さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。改めまして自己紹介お願いします。はい、よしみ出版店舗の方のよしみんを店長させていただいておりました、金沢と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉見出版の商品課の富山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日このブングッドというコーナーはね、この番組でレギュラーでずっとやってるコーナーなんですけど、このブング取り扱ってる会社が来るのは初めてってことで光栄です。ありがとうございます。認めてくれてありがとうございます。さあ今日ね、来てもらったのもの、吉見出版と言ったら豊橋で聞いたことがあるよって人たくさんいるかなと思って、けどこの31日、今週の31日で吉見出版のこのよしみん、はい、閉店しちゃうよってことで豊橋がざわついてるってことでね、ちょっとその辺についてね聞いていきたいなと思いますけど。ありがとうございます。閉店本当にしちゃうんですか？そうなんです。スタッフ一同とても寂しい思いをしているんですが、うん、そういう運びとなりました、うん、長年、営業しておりましたお店が閉店することで、この場を借りてお礼が言えたらいいなと思って、うん、お招きいただいたことに感謝してお邪魔させていただきました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
閉店31日ってことで今すごいセールしてるってことですね。そうですね、今 70% オフで70%しております。どんな文具とか取り扱ってるんですか今現在。今現在店舗にあるものっていうと、店舗にあるものですか、うん、もうセール中で商品の方がだいぶ少なくなって、うん、もう文具系はもうほぼほぼちょっと終わってしまったんですよ。やっぱめっちゃ買うよね、うん、70% オフじゃん。そうなんです、うん、はい。あとおもちゃ系だったりとか、うん、とてもお値打ちな商品がまだまだあるんですが、うん、まだまだあるんで、はい、31日まで閉店セール 70% オフしてますので、そうです、はい、でも買い来てほしいですけど、はい、店舗がなくなっちゃうってなるとどこで文具買えばいいんですかこれから。よしみ出版自体は、うん、そのまま継続しておりますので、うん、電話、ファックス、インターネットで注文いただけますので、うん、今まで通りご注文いただければと思います。町のお祭りも心配ないですねこれで。そうですね、うん、今夏号の方も準備しておりますので、カタログ年に4回発行しております。カタログ請求の方いただければそちらの方も対応させていただきますので、はい、はい、ぜひとも店舗なくなっちゃうけど全然ありますんで ね皆さん安心してくださいっていう、はい、ぜひよろしくお願いします。ざわついてたんですよ、やばいぞどこにお願いすればいいんだみたいな感じでね市民の方思ってたらしくて、ありがとうございますこれはラジオで言わなきゃっつってねラジオで言っちゃえば大抵届くんでね一人一人言うよりってということでね、今日はせっかく来ていただいたんで、よしみ出版の富山さんから、はい、おすすめの文具をちょっと紹介してもらいたいなと思うんですけど、はい、何かおすすめの文具ありますか。そうですね、字消しという消しゴムなんですが、うんうん、もうご紹介されたらあれですが、消しゴム消していただいて、この裏のところに、うん、磁石が入っているので、うん、消しカスが裏にくっつくっていうタイプのものになります。消しカスが裏にくっつく、はい、どういうことですか本当に。そのまま消しも、あ、今実演してくれてますね字消しという消しゴムをね今消して消しカスが出ました。消したらこの裏に磁石がついてるので、はい、そこにカスつくんです、そこに磁石がついてるんですかそのケースに。で捨てるときは、捨てるときはここを、うん、外すと取れるはずなんですけど今は取れてるものも意外と磁石が強いってことですね。なるほど、はい、うん、今机を汚してるんですけどすその磁消しを使うといません、ね、消しカスが綺麗に取れるよっていう、はい、めちゃくちゃおすすめよ、はい、でパッパって適当にいつも捨てちゃうんですけど、これがあれば床も汚くならない、はい、そのままゴミ箱に持ってってください、うん、これ今ちなみに店舗にあるんですか。店舗には今ないんですが、売れちゃいましたか。そうです、会社の方に頼んでいただければ、はい、他にはあります、はい、ちゃんとありますよって。ちゃんとありますので、はいはいはい、他にもなんか可愛い系のものもありますね。そうですね、うん、でプッシュポップと筆箱が一体になってる商品です。うん、なんかすごい可愛い筆箱で小学生とかがね、はい、使うとすごい勉強やる気の出るそうな。勉強のやる気が出るかはちょっとわかんないです。わかんないですか。授業中の暇つぶしになって授業中の暇つぶしになってやばいですね。あ、これはいかんってなってやる気のスイッチ入る可能性もありますからね、はい、あ、これが全部スイッチかもしれないですよね。そうそうそう、それは全部押したら ここから集中しようみたいな。なるほど。ちなみにどんな筆箱なんですかこれ本当に。何このボタン。プッシュポップなんで、うん、皆さん大好きなプッシュポップです。プッシュポップこれみんな常識なんですかそれは。今の子好きですよね。小学生とか皆さん好きですよ。何それ本当知ら知ってる。結構 SNS で結構、うん、マジ動画であったりして。マジで知らなかった。最新アイテムじゃん、うん、おすすめの文具文グッドじゃんこれ本当に認定ありがとうございます。気持ちいいっすわ。押してっていいよどう押し心地。あ、これいいっすよこれ結構いいっすね。あ、いいのかこれいいっすよ。そうなの。今のこの流行なんすね。そうですね。いや知らなかったっすわ。で今回ウサギを持ってきたんですけど、クマもいますので、うん、じゃあ、はい、ウサギかクマで、はい、授業中に押したいねこれは、うん、はい、はい、字消しと、もう一回それなんていうやつでしたっけ。プッシュザプッシュポップバブルウサギペンポーズ。ちょっとなかなか覚えない初めて聞いた言葉なんでプッシュポット、あ、プッシュポップバブルウサギペンポーズ、うん、全然初めて聞く言葉で覚えてください皆さん、はい。そっちのロケットペンシルさんは何ですか。これはもう、うん、元々よ
よしみ出版が、あのシェザンの教室から始まっていて、シェザンの競技とかにやられてたかと思います。シェザンっていうのはソロ版、ソロ版ですね、はいはいはい、うん、そう、その方たちが使うんですね、うん、結構。え、そうなんですか、はい、ソロ版で使うんですか、このロケット鉛筆は。あの本当にもう一個、うん、ちっちゃいサイズ、すみません今日持ってきてないんですけど、うん、半分のサイズがあるんですけど、はあ、今日ソロ版打ちながら、持ちながら打って書いてっていうのをするので、うん、あの普通の鉛筆より本当は短い方が使いやすい。なるほどなるほどなるほど、この邪魔にならないようになんですね、が短いバージョンがあるっていう。はい、もうずっと言ってます。これじゃあもう名商品ってことですね。そうです、昔からのベストセラー、はい、そうです、そうです、ロケットペンシル、はい、これもう使ったことないですね。見たことあるんですけど。え、あ、ロケットペンシル使ったことないですね。いつ使うんやろうと思ってて、使ったことある。結構使ったことないある。はい、じゃあソロ版やってたんだ。ヒロトはソロ版やってたんですけど。え、オックンはソロ版やったことないですね。うん、じゃあこれロケットペンシルは使ってない。見たことないです。使ったことないですね。1個なくなったら使えなくなっちゃうって知らないってことですか。あ、そう、確かにロケットシールがなくなったら、そうだからこれを取って後ろに取れば次から次へ。なるほどね。あー、なるほど、面白。え、ちょっと時間が足りんな。もっといろんな文具、この他にもいろんな面白い文具ってあるってことなんですよね。あ、そうですね。世の中には、世の中には、うん、よしみにも、よしみにも、よしみん独自で作ってる文具ってあったりするんですか、ちなみに。あ、これはそうです。おー、そうなの、はい、ロケットペンシル、はい、すごい。で、ここに書いてあるんですか。え、ほんとだ、よしみん、すごい、よしみん。え、結構じゃあヨシミンのこのロケットペンシルは全国どっかに流通してるんですか。はい、え、ロケットペンシルの発祥がヨシミンなんですか。そういうわけではなく、それは、うん、あ、けどまあそれぐらいの勢いで言っちゃってもいいぐらい昔からずっと作ってるんですか。あ、そうですね。すごい、ちょっと使ったことないって言って申し訳ない。これから使っていきます。はい、今ね、ボールペンが僕仕事でよく使ってますけどね、はい、これからボールペン使いません、僕は。ロケットペンシル、ネビーを使っていきます。やっぱ鉛筆の方が温かみがありますからね。これからの僕の文具はロケットペンシルにしようかなと思います。今日はね、3つの文具紹介してくれましたけど、一番やっぱ心に響いたのはロケットペンシルですね。初心に戻るみたいな感じかもしれないけど、ラジオ聞いてる方からしたらロケットペンシルおすすめですので、ね、ぜひとも皆さん、よしみ出版のウェブサイトからでも注文できますのでね、ロケットペンシル注文いただけたらなと思います。はいはい、31日までやってますけど、時間は何時から何時まで。10時から4時となります。はい、10時から4時、31日まで、よしみ出版閉店セールしておりますので、ぜひとも皆さん、よしみ出版の方にも足を運んで、在庫皆さん買っててください。残りたくはないですもんね。どっちかっていうと、はい、よろしくお願いいたします。売り切れた方がいいんでね、皆さんご協力お願いいたします。結構ね、閉店をこんな大々的にアピールするの珍しいパターンですよね。ラジオで言うと開店ですっていうの多いですけどね。閉店だから皆さん来てねっていうことでね、ぜひとも皆さん、町の文具屋さん、よしみ出版の応援よろしくお願いします。そしてね、今日もう一個めちゃくちゃ大きな段ボールで持ってきてくれてるんですけど、こっちは何すか、関係ありますか。これあります、あります。あります、ね、はい、うち の、 あのオリジナルの詰め合わせになります。ああ、そう、あ、そう、こういう商売もしてるんですか。はい、ありがとうございます。文具だけじゃなく、お菓子とかの詰め合わせセットとかも売ってるってことなので、はい、そうですね、あの文具の詰め合わせも売ってます。うんうん、あ、文具バージョンもあるんですか。はい、そうです。で、今回持ってきたのは、うん、お菓子の詰め合わせバージョンになるので。あ、そうなんですか。はい、皆さんで本当に、ありがとうございます。はい、じゃあ、いただいていいってことですね。はい、ラジオお聞きの皆さんは、ぜひともご注文いただけたら。そうですね、お祭りとかね、イベントごとで。そうですね、はい、はい、うん、子供会さんとか、うん、あの、うってつけになると思いますので、はい、じゃあこちら、あの、今日の高校生たちも渡していきますね。はい、ヒロト、今日の出演料です。はい、そして、おっくん、今日の出演料です。ありがとうございます。さあ、ということで、今日の文具といろんなお話をしましたけど、改めまして、じゃあラジオを聴いてる皆さんに、じゃあ一言ずつもらいたいなと思いますけど、じゃあよしみんが締めということで、じゃあ富山さんからラジオを聴いてる皆さんに何かメッセージがあればお願いできますか。はい、はい、今後も、うん、新しい商品とかをですね、いろいろ
ちらの方も調べながら取り入れていきたいと思ってますので、あのネットの方には最新のものをどんどん上げていきますので、うん、ぜひ、まあ、ちょこちょこ見に来ていただければなと思ってます。思ってます。じゃあよしみお願いします。お願いします。最終日まであと残り2日となりましたが、今まであのご来店いただいたお客様は本当に感謝しております。スタッフ一同ここよりあの大変悲しんでいる気持ちがあるんですけれども、皆さん通販の方で買っていただければどんどん大きくなっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。なくならないのでね、お店がなくなるだけなんでね、皆さん買い違いしないようにこれからもよしみ出版をよろしくお願いします。文具と今日はよしみ出版のよしみん富山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一曲聴きましょう。ソウルスクリームプシンブームラン。息は遠く感じたけど帰りは近く、感じたのは気のせい、yeah、そう思うのは俺だけ、right、息は興奮高鳴る心拍数、帰りは余韻閉じて爆睡、息と帰り同じ距離のはずなのに欲しき楽しい時間はあっちゅうま、退屈な時間はなんとか、好きなのは目的地向かう時、本といえば前の日、ついに明日期待と興奮、入り待ちに寝れない夜あの感じ、緊張も楽しい早く明日にならないか待ち遠しい送りした曲はソウルスクリームプシンブーメランでした。4時間目。はい、4時間目です。お願いします。お願いします。よしみ高校スクール PM6、 今日の相手はケンジブシとヒロトとおっくんです。お菓子もらえちゃいましたね。お菓子もらいましたたくさんあったので、あと帰りにもう一袋ずつあげますね好きなやつ選んでってなんかいろんなバリエーションがあったからチョコ系やらポテチ系やらみたいなね。ちなみに今持ってるおっくんのが、まあ、ポテチな、そういうスナック系だよね。ヒロト何系？まあ、ヒロトのスナック系か、まあ、スナック系ですね、はい、スナック系のものがあるのでね、お菓子の詰め合わせ今日はプレゼントしております。さあラーメントークしていきましょう。ラジオネームエントラくんです。こんばんは。こんばんは。私の好きなラーメンは醤油ラーメンです。特に中華そばです。醤油ラーメンと中華そばの違いって何なのかね。わかんない。中華そばのことを醤油ラーメンっていうのかまた別のジャンルなのかわかんないね。わかんない。誰かラーメン詳しい人いないかあのあっさりとした飾り気のない感じが最高ですっていう。中華そば、麺が違うのかな。麺は一緒かな。醤油なんじゃないか、まあ、中華そばという全てのジャンルの中に醤油ラーメン塩ラーメンがあるってことかな。いや中華そばというジャンルの中に豚骨ラーメンっていう感じはしないもんね。そうですね難しい問題が出てきましたねこれ。エントラ君食べてください。自己責任ですこれはしっかり食べてほしいなと思います。まあ、ラーメンでいうとね、あの奥君は意外と博多ラーメンが好きだよとか、ヒロトはお家で作る濃い味の味噌ラーメンが好きだよっていう意見がありましたけど、ケンジブッチもね、二人に食べてほしいラーメンというかつけ麺だね、マジ食ってほしいのがあるんですよ豊橋で。つけ麺、二川の方つけ麺食ったことあるヒロト？あ、あります。もちろんある、はい、あの二川の方にある佐々木屋っていうお店、めちゃくちゃうまいからマジ食ってほしい。聞いたことある、聞いたことある。ほんとに美味しい。もうそのつけ麺しかもう食えないぐらいケンジブチ大好きでね。へえ。ケンジブチが高校の時にできたつけ麺屋さんで、もうほんとに青春つけ麺、いまだに行きまくっちゃうからつけ麺を食べた後にご飯をスープに入れて雑炊にして食べる。おー、めちゃくちゃ美味しいから、タケちゃんに乗せてってもらって、奥君は車で、ね、ヒロトも行ってほしいな
ラーメン、つけ麺、混ぜ麺とかさ、いろいろあるけどさ、混ぜそばか、はい、の中だと何が一番好き？やっぱ ラーメンですけど、ちょっと最近カジケンに友達に連れてってもらって、ちょっとハマっちゃいました。油そば一回ハマるときあるよね。今ハマっちゃう、うん、ちょっと安めだしね。美味しかったですね、めっちゃ量多く食べれるみたいなね。そうですね。いや、油そばもいいけど、佐々木屋のつけ麺ですよ。本当に連れてきたい。もうこれから恒例しようかな。このラジオ出てくれた高校生が卒業したら、ケンジビッチは佐々木屋をプレゼント。卒業祝い。これ恒例しようかな。初代佐々木屋プレゼント係になるね。来年の3月で、うん、その感動してほしいから、来年の3月まで食べないといて。あ、了解です。もったいぶらせるって。来年の3月に、じゃあ佐々木屋一緒に行きましょう。ラーメンの話、引き続き送ってきてください。お送りします曲はこちらです。マカロニ鉛筆、プレイ。マカロニ鉛筆プレイ、選抜高校野球応援ソングなっております。今日も試合がありました。今日の試合でとても珍しいことが起きました。今日の試合の第1試合と第2試合、第1試合大阪桐蔭対秋田の能代松陽高校、第2試合東京の東海大菅生高校と沖縄の沖縄尚学戦、ともに1対0という試合で、試合時間が1時間34分と全く一緒の春の珍しい珍事が起きました。試合時間が一緒で点数も一緒のっていう、さすがに試合展開は違うけど、野球でこんなピタリと同じ時間で同じ点数で終わるのは珍しいですね。ちょっと話題になっております。でそして、今日愛知県からは、東邦高校が選抜出ておりますけども、東邦高校が、報徳学園と兵庫県の報徳学園と戦いまして、タイブレークの末4対5と負けてしまいましたという、19年以来の春制覇目指していた東邦高校、制覇ならずということでね、とてもこの試合熱い試合でした。ハイライトとかね、ニュースであると思うんで見てチェックしてほしいなと思います。ちなみに東邦高校はね、昨日勝って、春の甲子園通算58勝で、最多タイということで記録なってね、今日の試合勝てば最多勝利数になってたんで、来年以降に最多勝利数伸ばすのを期待していきたいなと思います。明日、明後日、しあさって4月1日には決勝戦ありますんでね、そちらの方の注目もよろしくお願いします。お送りした曲はマカロニ鉛筆プレイでした。さあということでエンディングです。メッセージ、ラーメンみんな好きね。メッセージいつもよりめちゃくちゃ多いよ。紹介していきます。ラジオネームすん、おいらはラーメンは豚骨系よりも鶏ガラの品そばが好きです。また違うワード。中華そばと品そばの違いってなんやねんって分かんないよっつってね、醤油ラーメン、中華そば、品そば一緒なのかいっつってね、春馬、鍋料理の締めのラーメンが好きです。これは確かに美味しい、美味しい、めっちゃ美味しい。全ての出汁をあえて鍋食ってないけど、鍋の締め感出して食う時あるもんね。なんだろう、あの美味しさ、いろんな味が詰まってるからかな。そうっす、でそんな春馬は学食のラーメンも好きだよってことで、学食っていうのは味わってみたいよね。味わってみたい、うん、なかなか高校にはないからね。ないね、大学行くしかないからね。うん、けど愛知大学の学食誰でも行けるからね。いや、そうなんです。本当言うと、もう行っていいよ、安いから。すげえ。学校の人みたいに感じる。ケンジビッチも高校の時行ってたよ、学ランで。ぜひ行ってみな。春休みやってないかな、チェックしてみてください。サーラカ、この番組はサーラカード株式会社ウホラボ、平松食品の提供でお送りしました。ここまでのお相手はケンジビッチとヒロトとオッくんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。この後は皆さんラーメン食べましょう。